ボクシングの試合に驚きの事実が隠されていた。取材の結果を伝える日、大輔は両親と共にやってきた。この日、自らのルーツを初めて知ることになった。大輔ちゃんの父、正文さんは個人タクシーの運転手をしています。その誠実な仕事ぶりで常連客が数多くいます。本当に愉快な人ですからね。女性にはモテるし、本当にこまめだからね。実は正文さんがこの道に入ったのは50歳を超えてから。それまでの歳月を払いに込んでいました。これは60年前の写真。幼い頃の正文さんは大輔さんと無理です。吉太郎28歳の時、晴れて独立を果たします。熊本文化宮川義商店を開きます。一条の主になった。新世紀新世京都の熊本文化、吉太郎の方が信仰の本音が仕事をもらうのは至難の業でした。しかも昭和12年、日中戦争が始まります。
資源の真っ只中、長男の発言が